うわよっしゃ。高校通算39本塁打、今注目のスラッガー、東海大青少の百崎葵選手です。守備でも幾度となく好プレーを見せ、チームを夏の甲子園に導きました。高校入ってから本当迷惑しかかけてなかったので、本当に甲子園に行ってまず一つ恩返しをするということができたので。百崎選手は母真由美さんと妹の3人家族。父大輔さんは百崎選手が5歳の時に他界しました。お父さんとお父さんの弟がよく家の前っていうかそこでキャッチボールしてたんで、それを見てまず野球が楽しそうだなっていうふうに思って、そこから野球を始めたんで。幼い頃に見た父の姿、その背中を追いかけ始めた息子を真由美さんは一人で支え続けました。寂しい思いや辛い思いやっていうのはさせたくないなと思ってたので、とにかくできる範囲ではもういろんなことを手助けしてあげたいなというのは思ってたので。菊池南中学校を卒業後、百崎選手は春夏合わせて全国制覇5回、神奈川の強豪東海大相模に進学。1年生ながらショートでレギュラーを勝ち取り、すぐにプロ注目の選手になりました。まさか総合の相模さんからですね、お話しいただけるとは思ってなかったので、本当素直に頑張ってきてほしいという気持ちでした、はい。しかし甲子園に行きたいという思いが空回りし、チームメイトと衝突。孤立した百崎選手は東海大相模を去ることを決め、地元熊本に戻り甲子園を目指すことにしたのです。帰路に立った百崎選手の心と体を癒してくれたのは母の手料理でした。食が少し落ちるとやっぱなんか悩み事があるのかなとか思いながらも、できるだけ好きなものをとは思いながらですね、美味しい美味しいって食べてくれるので、はい、そこは。いや、普通にうまいよ。まずいって言ったことはねないよ。この日は小学生の頃から真由美さんが300回以上は連れてきているというバッティングセンターにやってきました。結構後ろ向いてくるよね。昔は、今はもうあんま。そうね、そうね、小学生の頃はしょっちゅうね、ドーンみたいな言ってたんですけど。そうドヤ顔、ドヤ顔でね。すっかりたくましくなった息子の背中、諦めない息子を応援する母、その応援に応えようとする息子、互いの思いが原動力になっていました。百崎選手、いよいよ NPB への挑戦です。